金辰丸は日本の商船の名前の一つ。一のうち、かつて国際機船が所有していた貨物船で一度も商業航海に使われることなく日本海軍に徴用され、日中戦争では特設運送船、太平洋戦争では特設巡洋艦として運用され、第二次ソロモン海戦で戦没した。本校で記述、金辰丸としている文書もある。 一のうち、大工商船が所有していた4392トンの貨物船。1944年8月21日に、未柔に船団に加入して航行中、ミンドロ島近海で、アメリカ潜水艦ハットの来撃で沈没した。1919年7月創立の国際機船は、経営難や、それに対応する立て直し策の末、 ストックボートを主体とする船体から優秀船を主体とする船体に変貌していた。金辰丸は川崎造船所第五船台において建造されていた同型船の金貨丸が浸水した1937年11月18日に開いたばかりの第五船台で寄港し、翌1938年6月16日に浸水。 8月31日に竣工した。金竜丸と金華丸は最高速度20ノットという超高速船であり、特に金華丸はすでに太平洋を驚異的なスピードで走り抜けていた。しかし、金竜丸にはこのような機会が与えられず、竣工翌日の9月1日には日本海軍に特設運送船として入籍し、 二日後の九月三日に、徴用されて、クレチンジ付石となる。特設運送船として三年間行動の後、九月五日付で、特設巡洋艦に転席して、クレ海軍交渉で、特設巡洋艦としての偽装工事が行われた。特設巡洋艦となった、金辰丸は、第四艦隊付属となり、同じ特設巡洋艦の、 金剛丸とともに、マイズル第一特別陸戦隊を乗せて、トラック諸島に進出。第四根拠地帯の広角砲隊を乗せた、金辰丸は12月3日には、クエゼリン艦礁に進出し、ここで12月8日の海戦を迎える。第四艦隊は、ウェイク島攻略を命じられており、第6水雷戦隊と、第18戦隊を中心に攻略部隊を編成。 首都世界軍航空隊の陸上攻撃機による爆撃に呼応して8日午後にルゴットを出撃し、ウェイク島に向かう。12月10日夜、攻略部隊はウェイク島沖に到着し、金立丸と金剛丸は、大発道艇を下ろして、陸戦隊の上陸に取りかかるが、檻からの荒波によって一石が原則に叩きつけられて、使用不能となり、 金剛丸からの大発も一石が転覆した。上陸は一旦延期され、3時25分から、軽巡洋艦、夕張り一箇所艦艇によって、艦砲射撃が開始されたが、ウェイク島の砲台から、猛烈な反撃を受けた上に、健在の F4 回ワイルドキャットが、攻略部隊に対して繰り返し重爆撃を、行ってきた。4時過ぎに駆逐艦、疾風の爆沈を目の当たりにした。 攻略部隊は、直ちに南西方向への飛隊を開始する。重爆撃により、駆逐艦、キサラギが沈没して、今後丸も、機銃装車で火災が発生するなどの被害を受けたが、金達丸は、被害なく退避した。攻略作戦自体もついに中止に決し、攻略部隊各艦は、クエゼリンに退却することとなって、12月13日に、ルオットに帰投した。 体制を立て直した攻略部隊は第二航空戦隊などの支援を取り付け第二次攻略戦を行うこととなったこの際金達丸と金剛丸からの大発揚陸は波浪との関係上不適であると判定されたが金達丸は被害を受けていなかったこともあり上陸用設備を改良して再度上陸作戦に投入されることとなった金剛丸は 支援に回って設営隊を乗せて部隊に加わった。12月23日未明、攻略部隊は再度ウェイク島南岸に接近し、第二次攻略戦を開始する。金達丸は、駆逐艦、追い風の先導を受けて、ウェイク島南西方に近寄って、大発を持って、陸戦隊を上陸させた。第二次攻略戦も猛烈な反撃に見舞われたが、ついに攻略に成功した。 金辰丸は12月26日まで、ウェイク島に、停泊の後、12月30日に、サイパン島に帰島した。1942年1月、金辰丸は、カビエン攻略部隊に編入され、2隻の特設運送船、東山丸マルと、五葉丸と共に、マイズル第二特別陸戦隊を乗せて、カビエンに向かった。1月22日深夜、部隊は、 コプラ倉庫が炎上するカビエンに上陸部隊を送り、翌1月23日明け方までには占領。金辰丸は、戦利品を搭載してトラックに下がった。その後は、モートロック諸島を経てラバウルに進出する。2月には、ニューブリテント南端のガスマタ及び、スルミへの攻略戦に参加する。しかし、占領直後の2月11日、金辰丸は、 特設運送船、孔水丸と共に爆撃を受け、金辰丸は4番、ハッチ付近に爆弾一発が命中して、後部デリックが使用不能となり、孔水丸も命中弾3発を受けて損傷した。損傷した金辰丸は、ラバウルを経由し、2月17日にトラックに寄投して修理を行った。修理後は、ポナペ、ラバウル、ライ方面などで、 輸送任務に任じ、5月にはナウル及びオーシャン島、攻略戦に参加。しかし、5月10日に、部隊機関の布設艦、沖ノ島がセントジョージ岬近海で、アメリカ潜水艦 S-42 の雷撃を受けた。金辰丸は、かみなりした、沖ノ島の栄光に当たったが、栄光したまま深島沿岸で座礁。 約3時間後に離章したが、沖ノ島は浸水と火星がひどくなって沈没した。作戦は5月15日に、アメリカ空母任務部隊発見の報を受けたこともあり、中止となった。金辰丸は5月30日に、佐世保に帰島した。佐世保での整備の後、金辰丸は6月7日に、佐世保第五特別陸戦隊などを乗せて、佐世保を出撃し、 トラックを経て6月27日にラバウルに到着した。トラックとラバウルで、クレ第3特別陸戦隊や設営隊を乗せ、6月29日にラバウルを出撃してガダルカナル島に向かう。7月1日にガダルカナル島に到着して、輸送物件を陸上げ後、7月5日にトラックに帰島。ついで7月20日からはブナに向かい、空襲を受けながらも、 揚陸作戦を成功させた。作戦後はトラックに下がって、次の作戦まで待機した。金達丸がトラックに停泊中の8月7日、アメリカ軍がガダルカナル島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まり、これを受けて、増援部隊をいくつかに分けて輸送することとなった。増援の第一陣として、一聞機を支持か陸軍大佐率いる死体を送ることに、 なり、まず先遣隊を駆逐艦で急走。続いて残る部隊を陸軍輸送船、ボストン丸と輸送船、大福丸で送ることとなった。金達丸も8月15日に輸送船団に編入され、横須賀第五特別陸戦隊をカダルカマル島に送ることになり、ボストン丸及び大福丸の速力が速くなかったので別動隊として行動することになった。 二日後の八月十七日、金辰丸は同じく、横須賀第五特別陸戦隊の兵員を乗せた第一号、小海艇と、第二号小海艇と,と共にトラックを出撃。八月十九日に、第二水雷戦隊に護衛された、ボストン丸及び、大福丸と合流。しかし、翌八月二十日に、アメリカ第六十一任務部隊を、偵察機が発見し、 戦団は一時被体を余儀なくされる。この頃には、第3艦隊、第2艦隊などが支援で、カダルカナル島北東海域に接近しており、8月24日に第61任務部隊と交戦した。この海戦で、アメリカ空母エンタープライズが損傷し、艦載機の一部は造成したばかりの、ヘンダーソン飛行場に着陸した。 翌8月25日未明、アメリカ側の飛行艇が、輸送船団に接触し、これを受けて、エンタープライズ所属の SBD ドーントレス発揮は、直ちに、ヘンダーソン飛行場を飛び立った。朝6時過ぎ、輸送船団は発揮の SBD の攻撃を受け、まず第二水雷戦隊機関の掲示に用感、人数が被弾して落語。間もなく6時7分に、金た丸にも、 爆弾一発が、船体後部に命中し、火災が発生して、航行不能となった。やがて火は弾薬に燃え移り、もはや消火も、ままならない状況となったため処分が決まった。救援と処分のため駆逐艦、ムツキが、金辰丸に接近したが、8時27分に、飛来してきた、B、B-17 の爆撃を受けて後部に被弾する。それでも、 金辰丸の乗員や陸戦隊隊員を収容の後、魚雷を発射して、金辰丸に命中させ、金辰丸は8時53分に沈没した。ムツキも約1時間後の9時40分に沈没し、金辰丸と、ムツキの乗員及び、陸戦隊隊員は、駆逐艦、弥生いなどに救助された。10月1日付で除籍及び開洋。ありがとうございます。